ある副官を探すのを手伝って、小さなナポレオンの島に来るって情報を手に入れたの。シニエストラの波止場で落ち合って、ボートでカヨビアレアルに忍び込む。そして副官を捕らえ、ホセの計画をぶっ潰す。ただしこれは秘密にしてて、パパにこれ以上ストレスをかけたくない。波止場で待ってる。副官一人に大げさね。文句があるんなら泳いだら。いい船ね。あんたの？盗んだの。子供の頃、パパにトラクターのエンジンをキーを使わずにかける方法を教わって。船も似たようなもの。ねえ、カルロスを医者に見せないと。そう、頑張って。血を吐いてるのに放っておけない。昔パパが釣りに連れてってくれたことがあるの。馬を扱うならともかく、釣り人としては最低。忍耐がないし、釣り竿もまともに振れない。船底に針を引っ掛けたり、挙句は自分の唇にもしまいには怒って、海にダイナマイトを投げ込んでた。魚はたくさん浮いてきたけど、船にも穴が開いた。岸まで5キロ泳ぐ羽目になったよ。なのに助けようとした人たちに対して、パパは失せろって。その話なんか関係あるの？いい、ダニー。カルロス・モンテロは何があっても助けを受け入れない。まったく、モンテロの連中ってのは頑固だね。パパはね、私は違うはいはい。ちょっと、あのタバコのせいだよ。地域が潤うって話だったのに。それがアントンの公約だった。ええ、そう言って支持を集めてた。だからみんなあいつに投票したの。奴の約束を信じてね。また昔みたいになるって思ってた。夢物語みたいに。でも大間違いだった。変化は与えられるもんじゃなく、自分たちに鞭打ってでも作り出すもんなんだ。でも今その役目を担うのはパパじゃない。カルロスに作戦はないの？パパの作戦は自分の胸の内を誰にも明かさないこと。絶対に。そして誰も信じないこと。自分の娘ならなおさらよ。そして小さなナポレオンの挑発にいちいち反応するだけ。頭が固いんだね。孤児院の院長を思い出す。厳しくてこわもてだった。でも気に入られれば一生味方になってくれる。でもああいう考え方じゃ、いずれみんな殺される。挑発に乗り続けるだけじゃね。それじゃダメなんだ。新しいやり方でなきゃ。頭を使ってあいつがくたばるまで常に先手を取っていかないと。賛成よ。意見の一致ね。それメキシコ産なの？ここのタバコはビビロンにされた。もう地元のは吸えない。誰かのおかげでね。はっ、何？ホセクソ野郎、カスティロよ。アントンの甥っ子様さ。それになんであいつまで。誰なの？あいつは私たちが追ってる副官の仲間。科学者みたいね。ホセをやろう。ダメ、狙うには遠すぎる。何があったの？くそ。ねえ、あれを。
の科学者の行き先が知りたい。この島に手がかりがあるはず。ヘリパッドにいる奴の仲間なら何か知ってるかも。衛生兵がいる。これによると、島の北にホセの屋敷がある。おめでとう、真のヤラ人諸君。この島に来る名誉を得られるのはごく限られた者のみ。諸君は優れた働きを認められ、ここに招かれた。だが何より重要なのは、この私に価値を示したということだ。感謝の贈り物は歓迎しよう。特に黄金やゲリラの頭の皮はな。ホセのパソコンがあるかもね。犬よ。やつら本気だね。
周囲を調べろ。調べてくれ、すぐに。あれを発見。こいつはダメだ。見つけた。パスワードなしなんてね。どれどれ。ホセはこの島の南端に牢獄を持ってる。灯台の下にアウトキャストを監禁してるんだ。ひどい。そこには入れる？ええ、私はここで引き続き科学者の行き先を探っとく。さあ、エプラコインシデンシア。あのクソ野郎どもに近づければ。Le doy gracias a Dios por ti。ありがとう。ホセは悪魔だ。エスパーだ。ホセはここを自分専用の拷問部屋にしてたらしい。捕まってたアウトキャストは解放した。ありがとうダニー。それとこっちもいろいろと情報が分かった。もう副官を追う必要はない。
科学者だけ追えばことは足りる。レブミーラの給水塔で合流しよう。了解。そろそろ何が起きてるか教えてくれる？知る必要があると思ったら教える。今のうちに逃げるぞ。かかってこい。